クラブエリー期待の新星剣心。ホスト歴10ヶ月で絶望から這い上がった初の昇格祭に密着。初めての昇格祭、祝福のシャンパンコールが店内に響く。この店ってめちゃめちゃもともと売り上げある人とかカムの人ばっかり集まってる中で、ね、めっちゃ素人からここまでね来たの最短だと僕は思ってるんで、改めてやっぱこんなすごいメンツの中でここまで来れるのは本当にすごいと思ってるんで。僕らがエリーに、入店した、最初の日にそのケンジ・キャンボーさんから、まあ、ハイプに、って出てもらって、でそこでヨイさんと出会って、いやその時にヨイさんにケンジ絶対、ね、売れるって その時から言ってくれて、まあ、まだ売れてはないんですけど、でも、いろんなホスト見てきたと思うんですけど、でもそれでもやっぱ言ってくれて、まあ、それでやっぱりやる気も、ね、すごい出たっていうのもあるんで、本当にいつも感謝してます。わあ、やっぱりね、ここまで来たからにはやっぱ自分で店持てるぐらいにやっぱすぐ慣れると思うんで、やっぱこっからね、まあスピードはずっと維持しつつ、売り上げも維持しつつ、まあもっと次へ一緒に歩んでいけたらいいなと思いますね。はい。この日のために用意されたオリジナルシャンパンが次々オーダーされる。そして先輩ホストからもお祝いと期待の言葉が。本当に総舞台としても後輩で、ちょいちょいご飯行く機会が多くて、で僕ってあんまりご飯の時に仕事の話するのはあんましかないんですけど、天心ってめちゃくちゃ仕事の話しか知らないし、やったら本当に同じことしか聞こないし、大体ね、SKT 入った時は聞くしもないんですけど、でも本当に能力があるし、イケメンだし、本当に伸びしろしかない後輩で、これからも、それをね、存分に発揮して、ブイブイ言わせていってほしいっていうのと、あなたはもっと頑張れるので、もっと頑張ってください。よいしょ。仕事の話しないように頑張っていきます。でも一応頼りの先輩なんで、これからもいろいろ教えてもらったら光栄です。これからもよろしくお願いします。よいしょ。これからもね、官房課で全然収まらずに副社に一緒に、2号店3号店のね代表をね、務まるぐらいのポテンシャルはね、僕は持ってると思うし、しっかりね、この先もね、見せずね、僕もしっかり教えてくし、やっぱそこはね、僕がね、落ち込んだ時もね、謙信がね、やっぱいつもの笑顔で、しっかりね、クラブエリーってものをね、盛り上げてもらって、多分ね、そういうとこみんな知ってると思うし、普通に、やっぱ謙信って、なんだろう、あんま表に出さずにね、いつも笑ってるなとか、練習人にはもう言いたいこと、めちゃめちゃあるんですけど。まあ、簡潔にまとめると、まあ、レン主任がいなかったら本当に今の僕はないと思ってますし、多分僕ホスト辞めてると思うんですよ。普通にチームができるってなった時にレンチームに入って、でそれでそこから本当に売り上げ7倍ぐらい本当に変わりましたし、本当にこれからも、レンさんのお世話になっていきたいし、もう一生本当についていく気持ちなんで、これからもよろしくお願いします。よいしょ。よいしょ。よいしょ。本当にね、ピで、もう塊みたいな、本当にな人の印象ですね。いい意味でも悪い意味でも、素直でまっすぐで、何でも先輩だったり社長だったりが言ったことを素直に、スポンジのように吸収して行動できる子かなって思います。本当に入店当初からちょっとオーラがあってね、こいつ絶対才能あるなって思ってた人で、そこから今ねこうやって僕についてきてくれて、
しっかり売り上げ伸ばしてくれて、あと、まあ、従業員に好かれるっていう能力もあったりとか、まあ、そういうところが、本当に人として変わったっていう、成長したっていう部分で大きいですね。ちょっとこうまだ若い美容学生みたいな感じだったんですけど、やっぱその服装だったりこうプロ意識が出てきたのか、あの磨きがかかってあのホストっぽくなってきましたね。まあ、本当かっこよくなりましたね。一番先輩たちの背中を追い前に進む謙信が意識することは、やっぱ人間って要は年重ねるごとにやっぱ見た目って衰えていくじゃないですか。でやっぱ今のじゃあ見た目の価値でいられる期間って本当にせいぜい数年だと思うんですけど、その数年からしたらその一日一日ってめちゃめちゃ大事だし、本当に大きいものなので、まあホストやってて、まあ、二日酔いとか、まあ、体調悪いとか、病んでるとか、まあ、そういう理由では休まないで、でやっぱ一人でも多くの人に、まあ、自分の今の見た目の価値を提供できたらいいなと思うんで、まあ、本当に軽い気持ちでは休まないようにはしてますね。エルコレの、まあ、新人って言っていいのか分かんないですけど、もう1年ぐらいやってるので、でもその中でも結構弊社ズバ抜けてると思ってるので、才能的にこれからも頑張ってほしいですね。個人的にはその結構可愛がってる部類だと思うので。僕と今レンが主任でやってるんですけど、その立場それ以上にエリーを引っ張っていってくれる存在になってくれればなって、思います。エリーの新生として先輩たちの期待を一身に背負う謙信。やっぱり近々1000万は売りたいですね。で1000万売った時に初めてやっぱ売れてるっていう言葉がやっぱ使える最低ラインだと思うんで、まあ、そこはまあ近々目指したいところではありますね。でうちのお店、まあ、社長副社長含めたら1000万オーバーが11人多分いると思うんですけど、そのうちの、まあ、大和主任とレン主任とあと市川看護さんが1000万打った締め日僕、まあ、見てて、ですごい、まあ、シンプルにかっこいいなって思って、で僕もやっぱその景色を見て、見てみたいなって思ったのがやっぱ1000万売りたいと思ったきっかけでもありますね。次回謙信幹部補佐初めての昇格祭のクライマックス、本当になって僕は幸せ者だなと思います。